ヘレネ、またはヘレーネは土星の第十二衛星である。ディオネとほぼ同じ軌道を公転しており、ディオネのラグラン受験に存在するトロヤ衛星の一つである。1980年3月1日にピエール・ラキューズ・ドジャン・デカ州によってピク・デュミディ天文台での観測で発見された。この発見は同年3月6日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S。 1980S6 というカリフ号が与えられた。この時の観測には1.05メートル反射望遠鏡が用いられている。その後、アメリカ海軍天問題でもこの天体の観測が行われている。発見当初はディオネと驚くほど軌道周期が似ている衛星として認識されており、そのためジオネ B とも呼ばれていた。その後1983年9月30日に、 サターントゥエルブという確定番号が与えられたが、この時は衛星 A の命名は行われず、引き続きジオネ B という呼称が使われた。ヘレネという名称が与えられたのは1988年6月8日になってからである。名称はキリシア神話に登場する美女エレネにちなみ命名された。ヘレネはディオネと同一軌道上にあり、ディオネの前方にあるラグラン受験に存在している。 このような衛星は、トロヤ衛星と呼ばれる。ポリデウケスも同じくディオネのラグラン受点に存在しており、こちらはディオネの後方のラグラン受点に位置している。この状態は、軌道力学の観点から言うと、ディオネとヘレネが1、1の平均運動共鳴を起こしていることを意味している。同じ力学的関係にある土星の衛星として、テティストそのラグラン受点に存在するて、 レストとカリプソがある。ヘレネが初めて観測されたのは1980年で、これは地上からの観測であった。その後1981年8月にロイジャー2号により不鮮明ながら画像の撮影に成功していたが、カッシーニは2010年3月3日、ヘレネに1万9 0 0 0トルまで接近して鮮明な画像を撮影した。これまでに カッシーニが撮影した画像から、ヘレネは、滑らかな部分と細かいクレーターに覆われた部分とに二分されている、ことが判明している。ありがとうございます。